クレナイ駅駅名標発車表駅、コンコースホーム通路クレナイ駅は、香港九龍油センサー館、ククレナイにある、香港鉄路東鉄線と西鉄線の駅である。1915年に開通した旧関東鉄の終着駅は、チムシヤッツイのスターフェリー乗り場に近い、九龍駅であった。チムシヤッツイ地区の埋め立てに伴い、1975年に、クレナイへ、 ターミナルが移された。1998年に MTR 機上回線が開通すると、この機上回線、九流駅と紛らわしくなるため、現在の名称である紅駅に改名された。さらに、2004年10月24日に東鉄一方、中国国境へ直通する列車に関しては、このまま当駅が終着駅であった。なお、 中国大陸直通列車のホームは一般列車のホームと分けられており直通ホームの入り口には出入り境審査場が設けられている2020年現在東駅を軸にして2つの路線を建設中であるこの2つの計画を合わせて伊佐古大たる中間線と呼称する1つは東駅から東、九龍を経由し大河湖までの路線で西鉄線と 馬倉山線を接続する路線と、もう一つは当駅から海底トンネル経由で今週まで東鉄線を延伸する路線で、この計画に伴い、当駅での貨物取扱いが中止され、貨物列車が廃止された。現在、旅客用ホームの増設工事を進めているが、両線ともに建設スケジュールに遅延が発生している。1番線2番線駅周辺で特筆すべきは、香港コロシアムであろう。 様々なコンサートが開催されることで有名な場所だが、この建物は線路上の人工地盤に構築されているのが特徴である。駅を出てすぐのところに香港島とを結ぶ海底水道の入り口がある。ここにはトンネルを通過して香港島と九龍側を直通するバスの乗り場が設けられており、MTR 東鉄線沿線の住民が香港島に向かう際によく利用されている。 実際、地下鉄駅からやや距離のあるようなエリアまでもきめ細かく結ばれているため利便性は高い。このバス乗り場を越えてすぐのところに立つ茶色い建物は香港理工大学である。トンネルとは反対側の東側エリアにはいくつかの斎場とそれに関連した造花屋などがある。そのエリアから離れた海に近いエリアは候補花園といい。 理科生率いるハチソンワンポアが開発したエリアである。ここは太古城と並んで日本人の多いエリアである。また、新城伝代というハチソングループのラジオ局もここにある。ここのシンボルは船の形をした建物である。ありがとうございます。